オンラインで行われたのは春の高校野球東北大会の組み合わせ抽選会。大会には合わせて14校が出場する予定で、県内からは春の県大会3連覇を果たした聖光学院と準優勝の日大東北の2校が出場します。抽選の結果、聖光学院の初戦は山形第2代表の日大山形に決まりました。日大山形さんも、すごい力ある高校だと思うんですけど、自分たちのやるべきことをやっぱ全力でやるだけだと思うので、相手がどこであろうと、やっぱ自分たちには自分たちのやるべきことをやっぱ全力でやりきりたいなというふうに思ってます。また日大東北の初戦の相手は秋田第一代表の明桜です。東北大会で勝てるチームでいないと夏の甲子園はないと思うので、一戦一戦全力で戦って、日大東北の野球をしていきたいと思います。春の高校野球東北大会は来月7日から岩手で開かれ、大会が順調に進めば来月11日に決勝が行われます。